テリー・ファンク、本名、テレンス・ファンク、1944年6月30日は、アメリカ合衆国のプロレスラー。インディアナ州、ハモンド出身、テキサス州、アマリロ育ち。第51代WWE世界ヘビー級王者。実兄のドリー・ファンク・ジュニアとのタッグチーム、ザ・ファンクスでも活躍し、日本でも人気を博した。日本では、テキサスブロンコ、テキサスの荒馬などの異名を持つ。何度となく、引退と復帰を繰り返し、俳優として活動していたこともある。プロレスラーのドリー・ファンク・シニアの次男として生まれ、兄のドリー・ファンク・ジュニアと共に、レスリングの英才教育を受けながら育つ。ウエストテキサス州立大学で、アメリカンフットボール選手として活動後、1965年にプロレスラーとしてデビュー。父がプロモートしていたテキサス州アマリロ地区、ウエスタンステーツスポーツにてキャリアを積んだ。1970年6月、日本プロレスに初来日。1971年12月7日、ドリーとのザ・ファンクスで、ジャイアント・ババ&アントニオ猪木の勝負法を破り、インターナショナルタッグ王座を獲得。1972年10月には全日本プロレスの旗揚げシリーズに参加。以降、全日本プロレスの看板外国人選手となって活躍した。アメリカでは、1973年2月10日に、ジョニー・バレンタインからミズーリーヘビー級王座を奪取。1975年12月10日には、ジャック・ブリスコを破って、世界ヘビー級王座を獲得、兄ドリーと並んで、史上初の兄弟世界王者となった。以降、各地で防衛戦を続けたが、1977年2月6日、兄と同じく、ハーリー・レースに敗れ王座陥落。1977年12月に全日本プロレスで、開催された世界オープンタッグ選手権には、ドリーとのザ・ファンクスで出場し、アブドーラ・ザ・ブッチャー&ザ・シークの史上最強枠コンビを退けて優。以降、1979年と1982年の世界最強タッグ決定リーグ戦でも優勝を果たした。日本において絶大なベビーフェイス人気を博していた。同時期、本国アメリカでは、レッドネックのワイルドさを強調したラフファイト主体のヒールとして活躍。ロサンゼルスではチャボ・ゲレロ、フロリダではダスティ・ローデス、テネシーではジェリー・ローラー、サンアントニオでは和風マクダニエルなど各地のヒーローと流血の抗争を繰り広げ、業界誌の不人気部門、すなわち悪党人気部門では常に上位にランキングされていた。1983年8月31日に全日本プロレスのリングで現役を引退したが、翌1984年8月に復帰。1985年6月に WWF と契約し、ジミー・ハートをマネージャーにカウボーイギミックのヒールとし、ハルク・ホーガンやジャンクヤード・ドッグと抗争を展開。1986年1月にはドリーも、ホスファンクのリングネームで WWF 入りし、同年4月7日のレッスルマニアに、ロサンゼルス大会はザ・ファンクスとして出場している。その後、膝を負傷して、WWF を離脱。再び引退宣言して、俳優活動に入り、オーバーザトップなど数本の映画やドラマに出演。1989年5月7日、リック・フレアとリッキー・スティムボートの王座戦に、採点ジャッジとして参加。試合後、勝者フレアに襲いかかり、史上初とも言われるテーブル上でのパイルドライバーを敢行。フレアとの因縁ドラマでは、イカれた中年、ミドルエイジド&クレイジーのヒールとして活躍。以降インディ団体を転戦するようになり、旧敵ザ・シークの甥であるサブウッドの開講などもあり、かつて南部地区で、ダスティ・ローデスやジェリー・ローラーらと繰り広げてきた交通ラフファイト路線に回帰。ハードコアレスリングの先駆者として再評価された。1993年からは創世期の ECW に参加。1997年末までの ECW 全盛期を主役の一人として支えた。1998年からは ECW と提携関係にあった WWF にチェーンソーチャーリー、チェインソチャーリーのリングネームで久々に登場。弟子のような存在であるフォーリーとのタッグで活躍し、レッスルマニア14では、ニューエイジアウトローズの WWF 世界タッグ王座に挑戦。その後は、ジャスティン・ブラッドショーとのカウボーイタッグも結成した。2000年からは、末期の WCW に参戦し、ハードコアタイトルを獲得している。近年も、各地のインディ団体に出場し、一時期は、初期、ティネにも登場した。2005年に WWE が ECW を復活させると、当初は反 WWE の立場を取っていたが、翌年の ECW ワンナイトスタンド2006には参戦した。2009年、兄ドリーと共に WWE 殿堂に迎えられている。2011年には、流血の大抗争を展開した因縁のライバル、アブドーラ・ザ・ブッチャーの WWE 殿堂入りのインダクターを務めた。無王者として活動し、超一流のレスラーとしての名声を得た後でも、新しいことに果敢にチャレンジする姿勢は、リビングレジェンド、生ける伝説と称えられている。前述のハードコアマッチやデスマッチへの挑戦、50歳を過ぎてから、ムーンサルトプレスを使い始めるなど、形は不完全であったが、後に続く者からのリスペクトは絶えない。後年は、若手育成にも力を入れ、ECW 時代は、積極的に若手とも試合を行っている。他のベテラン勢は自分のポジションを奪われるのを嫌がり、若手との対戦は避けていたという。また、長年の酷使により膝が完全に壊れているため、膝サポーターは欠かせず、常にロングタイツを着用している。鎮痛剤を常用していると言われ、その副作用のせいか、単なる性格的なものなのかは不明だが、感情を抑制できず、癇癪を起こすことが多いと伝えられている。テリー・ファンクは1970年代後半から1980年代前半にかけて日本のプロレス界で最も成功した外国人レスラーの一人である。1977年の世界オープンタッグ選手権決勝戦において狂気攻撃を繰り返すアブドーラ・ザ・ブッチャー&ザ・シークの最強枠コンビにテキサス魂で真っ向勝負を挑む姿に男女を問わず熱狂的なファンがつき親衛隊も生まれた。大成功を収めた世界オープンタッグ選手権は年末の興行は不振とされていた日本のプロレス界の定説を覆し、以降、世界最強タッグ決定リーグ戦へと発展して全日本プロレスの板シリーズとなった。日本では絶対的なベビーフェイスとして認識されているが、上記の通り、アメリカでは地元のアマリロ地区以外では主にヒールとして活動していた。ブッカーとしても敏腕で、1981年にはスタン・ハンセンの新日本プロレスから全日本プロレスへの引き抜きにも成功した。同様に、ハルク・ホーガンとも契約書を交わすまで至ったが、ホーガンがこれを新日本に提示しギャラの上乗せを要求したため、ホテルでホーガンを殴ったとジャイアント・ババは語っていい。しかし、テリー本人は、実著などで暴行に関しては否定している。なお、一度目の引退を発表したのは1980年で、突如、私の膝は、皆が思っている以上に状態が良くない。動けるうちに身を退きたいので、3年後の誕生日に引退すると発言し、ファン、そして、プロレスマスコミを驚かせた。1983年の引退試合の前に、来日したグランドチャンピオンカーニバル3にはテリー・ファンクさよならシリーズと副題がついていた。1984年2月のニック・ボック・ウィンクル vs ジャンボ・ツルダの一戦では特別レフェリーを務めた。1993年5月5日には FMW のリングで弟子ともいえる大仁田厚と川崎球場にてデスマッチ対決。1995年5月3日には、福岡ドーム大会で新日本プロレスに初参戦した。また、ジャパンでは1998年、ザ・グレート歌舞伎の引退試合のタッグパートナーも務めている。2005年8月4日、レッスル-1スペシャルタッグマッチにて、同じく往年のスター選手、ミルマス・カラスとコンビを組み、若手選手の本間朋晃&中島勝彦組に勝利。2010年1月4日、新日本プロレス、レッスルキングダム4イン、東京ドームに参戦。長州力、蝶野正洋、中西学と組、ブッチャー、矢野2、飯塚隆、石井智弘組と対戦した。2013年10月、全日本プロレスに22年ぶりに、ザ・ファンクスとして来日。両国国技館での第2試合に出場し、淵正信&西村治組と20分一本勝負で対戦した。結果は、時間切れ引き分け。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。